あ、伝説の勇者を仲間にこうやって宿泊するとこれやってみるか。はい、ということで300万ゴールド貯まりましたと。で、やってて思ったんだけど、俺たちマジ強すぎるかもしれない。もう、あの死神を、本当に、何の苦もなく倒せる。めちゃくちゃもう楽勝。で、今だったらさ、これまあ300万ゴールドで、あ、てかさ、ここの奥も結局いけてねえよな。で、止まろうとするとだってさ、もうイベント進んじゃうから、で、一回じゃあ、止まって、で、止まるとさ、ガチ魔王来るじゃん。もう今の俺たちだったらガチ魔王に勝てるんじゃないかっていう。で、部屋に案内してもらってと、次の朝。え？あー、そっかそっか、今回は、そこコケココじゃねえのかよ！おはようございます。あー、普通に止まれた。あー、すっきりした。力が全部吹き飛んだみたいです。心なしか気力が溢れてくる。これなら魔王にも勝てそうだぞ。ハル様、いってらっしゃいませ。普通に終わり。300万ゴールド普通に使って終わり。なんかめっちゃ、HP が増えてる。レベルが99。レベルが全員99になっている。なんで入れねえんだよ。結局入れねえじゃねえかよ。くっそ。で、またあれだろ、泊まるとしたら300万ゴールド取るんだろ。お前、ふざけんなよ、マジでよ。まあでも、一泊しただけで99レベルに全員なるんだったら安いもんかな。まあ、安いとも高いとも取れるか。で、まあじゃあ、この状態も一応セーブしておいて、で、戻って、また300万ゴールド貯めるのめんどくせえから、こっちの300万ゴールド持ってる方のデータを使って、こっち行ってみようか。300万ゴールドぐらいすぐ払えるんだよ、俺はよ。さ、戦おうか。てか、あれだな、コケコッコ、グレンが仲間、グレンって名前だっけ？もう忘れちゃった。あの、真の勇者がさ、仲間になってるとさ、ガチ魔王と戦えないんだよな。あれ、ガチ魔王と戦う機会なんか他にもあったよな。なんだっけ？もう忘れちゃったな。今だったらガチ魔王と勝てる。あ、イルカ跳ねた。え、ほんと、どこどこってなるか。あ、いいぞいいぞ、全員来いや、かかって来いや。今の俺たちならよ、お前たちもいるのか？王様。あ、いいよいいよ。全員で来いよ。4対4でやろうや。やり合おうや。その格好でジョコバチ行ったの？何しちゃったの？なんか喋ってる、いろいろ。え？デスの剣が欲しかった。あ、俺持ってるよ。そういえば、オーカーはどうしたん？アザルスバンド。あれ、こんな喋ったっけ？ 1 回目。あ、好きやれ！次にバトルになったからな。本当はこういうくだりがあったんだ。むしろ下の方が不慣れそうだけど、コメで私、3号機関は強い方なんですよ。まあ、でもなんか、よくわかんねえ。ただの世間話してるだけだから、別になんか、会話する必要なかったな。別に普通にそのままバトルでもよかったわ。わかったわかった。ここは説教されるだけねえよ。魔王様に、喜甘くねえんだよ。結局なんかさ、お叱りを受けるだけじゃないかよ。お説教を受けるだけじゃないか。ただし、今回は勝てるんじゃないか。2回行動できる。さらに、チリツモチョ。さらに、マーショのマジカなんとかで、そして、グレンのジャッジメントだ。このグレンのジャッジメントマジ強いからな。1700。あーそうだった。アネッサがこの世で一番強いんだった。グレンよりも何よりも。この遊びにいるバニーが一番この地上で一番強いからよ。おしめだ。とんでもねえ強さだな。お前ら生き延びたことを逆に後悔することになるぞ。なあ、ね、あれだぞ、ちま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 、なぶり殺されるぞ。どうしようかな。まあいいか、次攻撃で。これか、あれ、2回行動か。これ撃てば勝ちだからさ。あと攻撃でいいや。攻撃でもクソ強い。いや、 やっぱグレン強えな。チョップ9830。おいおいおい、だってこいつでも気をつけろ。確かカウンターしてくるんじゃなかったっけ、こいつ。カウンターだけ気をつけろ、こいつ。だから、チリツボチョップが帰ってきた時、こっちに9999ダメージ入るから、それさえ気をつければ勝てる。いや、こいつ HP 多いな。まあ、どんだけ多くても関係ないですけどね。おー、冥界チョッキ Z、 天女のなんか羽衣もいろいろ手に入ったけど、話続くのかな。勝った。これであの国も平和になるだろう。それにしてもまさかこんなところにまで魔王が現れるとは。予想外だったな。今度からトンズラするときは宇宙旅行にでも行こうかな。ん？あ、船長さん。ラグ、何の騒ぎだ？あ、すみません、ちょっと魔王倒してまし。なんでもいいか。いやいや、なんでもいいかじゃねえだろうが。世界平和、おい。あ、そうだ、後ろのみんなに魔王倒した報告しないとな。あ、すみません、村長さん。俺、城に戻らないといけないんですけど、港まであとどのくらいかかりますかね。何言ってんだ？当分港になんかつかねえぞ。
まあいいんじゃない、別に報告遅くなっても。別にさ、もう脅威は去ったわけだから。タラメだろうが、こいつはクルーズ船だぞ。1週間以上は船の上だ。まあどうしても急ぎな用事ってなら移動呪文でも好きに使えばいいさ。ただし途中の運賃料は返さねえぞ。まあ別にいいんじゃないの。あ、茶番。そういうわけだからこれから1週間よろしくね。おい、ニュースは捕まえろ。まあでも何回かかってきてもバニーがいるんでね、こっちじゃね。コシャルルは合格生の中で1週間孫との因縁の戦いを知られることになってしまった。あ、なんか新しいクリア。はあ、なるほどね。倒さないとクリアだから、負けてもクリアになるし倒してもクリアになるみてえな。だからこれで2個を実績解除したってことなんじゃないの。見てみよう。これか。これだったんだ。あとはガチ魔王に勝つみたいなのが、あ、ガチ魔王はこれだ多分。今のさっきのパーティーだったらガチ魔王に勝てたよな。でこうなって、それこの状態で魔王を倒しに行けばガチ魔王とバトルになるはず。でこれで勝てれば、でもガチ魔王強かったけどな。勝てるかな。まあでも一応99レベルが2人いるからこれで勝てると思う。あ、そうだ、お金有り余るお金使ってアネッサとマーシュもレベル99にしておけば多少は違ったな。でもそういう次元の話じゃなかった気がするんだよな。まやるか。お前やったな。はい、私が飲みました。なあ、そこまでしか勝ちたいのか。チートカシまで俺に勝ちたいって楽しいか。一応この世界あるよ、レベルも上げずに戦えたりバランスブレーカーの武器も割と多めよ。まあそこまでしか勝ちたいか。うん。さあやり合おうぜ、ガチ魔王。ただしで、なんかいろいろすごいの覚えてる。あ、そっか、今回はあれだ、全部あの俺が目からビーム。そうか、全部今回は動かせるから、もう一回パワー、恋技を再使用できる。ああ、何度でも使えるってことね。固定で1000ダメージ。あ、ジャッジメントの方が強いんじゃない。あ、これ使った時にもう一回パワーでもう毎ターン打っちゃうみたいな。そしてチリツマチャップ。そしてこいつなんだよな、マーシャだけやることがね。まあデバフとかかけといてもらおうかな。あんま意味ない気もするけどな。で、まあジャッジメントかな。これがどのぐらい通るか。940か。やっぱ強えなこいつ。いや強えなこいつ。さすがに強えか。アネッサのチョップでの方がワンチャンあったんじゃないのかな。アネッサのチョップだったかな。いやー待ってね、どうしようかな。固定ダメージとかいいんじゃないので、フルボッコとかメカラビームとかってどのぐらいなんだろう。もうこいつももう虫の息か。まあ一応サンクチュアリで OKOKOK で、これどう、これ、あ、これが固定線かで、メカラビームはどう。290ダメだ、やばい。あーやばい、これ次来るんじゃなかったっけ、なんかめちゃくちゃ強い技何回やるんだお前は。え、これに勝たなきゃいけないとかきつくねえか。フルボッコってどんなんだっけ。フルボッコ、フルボッコ、いやいや、もうこれこういう技なんか強い気がするから、もう一回パワーにしようこう。でこいつなんだよな、オキサンクチュアリもありか。いやでもこいつ、こいつの方がなんか素早かった気がするな。一回こいつはガードして防御しといて、一回敵のなんかとんでも攻撃に耐えれるかどうか、それを見てみよう。1960の HP で耐えれるかどうか。あ、全然、あ、これこれこれ、あー耐えた耐えた。あ、これ耐えたらあとはルーチンだから、あ、これワンチャンある。しかもこれで神の雷で固定ダメージガン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 加えていけば、でサンクチュアリで全開あるな、これあるわ。ただアネッサが生きてればさらにな。あれ待てよ待てよ、おいちょっと待て。あー、それきついけど耐える、ナイス。何それ、おお、3回コードすんだお前。これがあるんだよな、おい忘れてたぜ。そして2回コードだからもう1回やれるんすよ俺コード。でこれでこうで、で魔法でサンクチュアリで全開いく。いやこれワンチャンある、マジで。アネッサのチョップ通せばどのぐらい通るんだろう。こいつでも、いやでもこいつの防御力相当高そうだから、やべ、次ぶっ壊れ技打ってくんじゃねえか、大丈夫か。アネッサのチョップが入ればな。やべ大丈夫か、アネッサ240か。まあもう一回パワー打って、
フルボッコ、フルボッコの方が強かったっけ。で、アネッサ、チリツモチョップ、サンクチュアリ。で、フルボッコどんぐらいだっけ。あ、フルボッコ強いな。あ、フルボッコめっちゃ強いわ。あ、フルボッコ一番強いじゃん。1200ダメージ与えてるじゃん。あ、フルボッコでいいや。じゃあ、あ、やべ、これ見たことないやつ。あー。いや、それならオッケー、全然。あー、アネッサが落ちる。くそ、アネッサのチョップが入らねえ、なかなか。3回コードくぐり抜けるのやっぱきちいか。いや、でもフルボッコ、フルボッコ強いから、ちょ待ってね。フルボッコ、あ、違う違う。あ、そういうこともできるのか。フルボッコしてガードもするみたいな。ずるいな、ちょっと。まあ、フルボッコ、で、アネッサ復活、サンクチュアリ。で、フルボッコ打つ。アネッサ頼む、ちょっと一旦だけ見逃してくんない？頼む。これ3回行動を全部見逃せっつう、何それ。ちょ、あ、でも全部それ、あ、もうある意味ラッキー。フルボッコ、フルボッコ。で、アネッサはこれで多分復活するから。あー、でもアネッサこれで落ちるかな。あー、いいよ、それならいいよ。マッドブリザード、あー、まあ一発は耐える。アネッサをなんとかしてくれませんかね。おい、もう3回行動ずるいってマジで。おっしゃれた。で、アネッサ賞金戻れ。戻らないだと？マジか。あ、ダウンってそういうことか。一ターン動かせないだけで、次のターンは動かせるようになるみたいな、そういう、あー、ほっといたらよかったんだ。しまった。いや、大丈夫。グレンの方が確か素早かった気がする。だから、大丈夫なはず。まあ、ハロルドはフルボッコ、フルボッコでいい気がするんだよね。やっぱ、これが一番通るから。で、チリツモチョップで、で、これサンクチュアリで全回復するから、先に動かせるね。で、これで、この後、アネッサが3回攻撃をくぐり抜ければいいんだけど、くぐり抜けんの大変だろうな。まあ、でも、くぐり抜けたら勝ちだから。いや、これ、あるな。ちょっと、マーシャの枠のところを、なんか別の誰かにして、もうちょっと効率よくできねえかな。アネッサ避けろ。あー、ダメか。いや、まあ、でも、このイタチごっこ続けよう。うん。これを繰り返すしかねえ。で、あー、でももうダメだ。冥界 Z がもうない。そっか。これが最後のチャンスだね。いや、本当にでもチョップ通んのかもわかんないけど、冥界チョッキで立ち上がって、一旦だけ見逃してもらえないか。一旦だけ見逃してもらうことできるか。もう、そればっかり。もう、もう、ダメか。やっぱダメか。まあ、フルボッコし続ければいずれは勝てそうな感じではあるが、これだってあれだもんな、もうないもんな。そうだよね、ないよね。まあ、サンクチュアリ打っとくか。いやー、ザオリクがね、あればね、何度でもアネッサを蘇らせて、そのうちチョップがいつか通るだろうっていう作戦もできたんだけど、いや、もっとあのアイテム買ってんやかったな。300万ゴールドあるんだからよ。いやー、こんななんか肉薄するとは思わなかったもんな。しかもなんかいい感じで反撃通ってんのいいな、グレン。まあでもこれ続けてれば勝つか。 HP いくつあるか知らないけど、これ今のところパターン入ってるよな。ずっとこれやり続ければワンチャンあるんじゃねえか。なんか鉄球振り回してきて8900ダメージ食らうみたいな、あれがなんか、あれ一回耐えちゃえば、しかもなんかあれも全然打ってこなくなったしな。これワンチャンあるかもしれない、本当に。おっしゃ、倒した。勝てねえと思ったけど、あー、勝てた、よかった。でもアネッサのチョップがどのぐらいダメージ入るか見たかったな。バカだ、この私の力が及ばないとは。見事な勇者ハロルド、よくぞこの理不尽に打ち勝った。魔王ってことはだ、もっと理不尽な目に合わせば問題ないということだな。え、お前がしてきた数々の愚行、そしてお前がこの俺を倒した今、俺の怒りは最高潮に達してるんだ。ちょ、もう、覚悟しやがれ。これで理不尽が止まらないエンドクリア。よし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 、いいぞ。どん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 新しいのを回収していってるね。これでもうほとんど回収したんじゃねえのか。あと残ってんのなんだ。あ、これか。え、魔王様は大変お怒りですって、今のじゃないんだ。命知らずの式神を使った。へえ、これなのか。あ、式神であの魔王様とも戦えるんだ。へえ、あ、それで式神を使ったっていう、そっちのフラグが立っちゃったんだね今ね。ってことは
ちょっと待ってな。あれか、300万ゴールド払ってそのガチ魔王と戦う方法ってあれだけじゃねえじゃん。もう一個あるじゃん。行きますか。そしてロ、キロ、起きろ。あと5分起きろっつってんだろうがよ。朝っぱらからさ、うるせえな。もう昼過ぎだ。こいつに勝つと、まあこの辺はマジであんま意味がない。だからまあ適当に攻撃するけど、これだ、チリツボチャップ。これが通るか通らないか、もうただそれだけ、それだけのこと。それだけのことなんだ。あ、これとかも置きザオリックしとく。頼む、お願い許して、お願い、やめっさー。あー、じゃあ耐えろ耐えろ耐えろー。くっそ、今耐えたらな。あー、結局ダメ、結局ダメ。あー、ダメかー。あのマダナント撃たれたら終わりなんで、でもあのマダナント多分ものすごい高確率で撃ってくるっぽいのね。無理、あー、だいぶ、え、もうこんなに、マジか。あ、でもそうだよね、もうだいぶそうだよな。なんかできればもうここまで来たら全部埋めたい気持ちもあるけど、ただわかんねえんだよな。そんなことより勇者に身寄りの情報。はあ、この度うちの有力筋から提供で魔王を一撃でぶっ飛ばせるアイテムが入荷しました。は、信じてないみたいなね。それもそうか。でもこれマジモノマジなんだよな。どんな敵だろうか、一瞬で消してもその名もバチコンハイパー。いや、ネーミングセンス。本来なら通常価格100万ゴール、あ、俺300万ゴールド持ってるよ。99万削削削削9ゴールドでご提供。お前値引き下手くそか。さあどうする、買いまーす。よーし、これで。そんな信じられないな、試しにそこら辺の敵に使って、いや一回きりなんでしょ、それじゃ魔王に使えないじゃん。どうせセブタタ作ってめたいめたい。おっ、ん、あ、これでもう実績解除。おいおいおい、あ、バチコンハイパーを買った。他の実績をすべて集めて外に出よう。ある仲間に特別なものを渡すってなんだろうな。